皆さんこんにちは。本日は東京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます川村陽子です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずは東京タワーからお知らせです。東京タワー真下の商業ビルフットタウンの屋上でマザー牧場名物のジンギスカンが食べ放題飲み放題で楽しめる東京タワーハイボールガーデンルーフトップジンギスカンがオープンしています。ライトアップされた東京タワーを真上に臨み4本の塔脚の内側に位置するフットタウンの屋上スペースは東京タワーの鉄骨の迫力の美しさとライトアップの優美さを間近に体験できる知る人ぞ知る穴場スポットです。そんな穴場スポットで営業しているルーフトップジンギスカンのおすすめはもちろん、マザー牧場創業以来の伝統の味、人気ナンバーワンのジンギスカン食べ放題飲み放題プラン。ラム肉だけでなく牛肉、豚肉のほか各種野菜も120分食べ放題です。飲み放題ドリンクも角ハイボールはもちろん生ビール、赤ワイン、ソフトドリンクなどを取り揃え最強メニューで皆様をお待ちしています。ライトアップされた東京タワーの真下という最高のシチュエーション、東京タワーに誕生した超穴場スポットで美味しいジンギスカンをぜひご堪能ください。その他にも東京タワーでは様々なイベントをやっていますので、詳しくはホームページをチェックしてみてくださいね。それではお待たせいたしました。この後は竹本孝之さんのライブインタワーをお届けします。ゲストに藤野美由紀さんをお迎えします。それでは竹本さんお願いします。竹本孝之ライブインタワー。はい、皆様、ようこそね、東京タワー特設ライブステージ、まあ、ここはね、展望台の1階でございますけどね、クラブ333へ、お越しいただきまして誠にありがとうございます。これからの1時間ですね、あの竹本孝之ライブインタワーというプログラムで、お楽しみいただくわけでございますけれども、本日、3月の第4日曜日でございます、ね、私の番組が始まるとその月が終わるというわけでございますね。この今日はね、まああのまあ、大体もう年間通してこうあの私のやる番組の時って晴れの日が多いわけですけどね、今日は特にすがすがしく晴れておりますね。まあ、あの世の中的にはこう花粉等々がいろいろ飛び回ってるというふうな噂も聞くんですけども、あの私は幸いのことにこう花粉とかにやられないタイプで今のところ通してます。なのでね、まあ、東京からこう下を見下ろしても今日はなんとなく黄色くはない感じがいたしますね。大丈夫かなという感じがするわけでございますけどね、3月の竹本孝之ライブインタワー、ゲストでございますね。もう早速呼んじゃうけど大丈夫かな。藤野美由紀さんどうぞ。はい、こちらへどうぞ、こちらへどうぞ、こちらへどうぞ。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。はい、いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。はい、すみません。はい、すみません。あのコーヒー、コーヒー、コーヒー、あ、どうぞ。嬉しいです、ありがとうございます。いただきます。もうね、というわけでサックスプレイヤーの藤野美由紀さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今日はね、あのサックス、まあ、サックスプレイヤーというかね、まあ、サックスについてもそうなんですけど、はい、いろいろこう根掘り葉掘りね教えていただこうかなと。いやもう教えていやせっかくですから、ですけどもね、でも知っていただきたいですね。なかなか機会ないと思うんで。そうですね、あのよくね耳には入ると思うんですよ。だって、うん、必ず、まあ、いわゆるその、まあ、大きいそのアンサンブルとかのにはサックスって必ず必要なんで、はい、いろんなところで必要とされている耳に入ってる楽器ではあると思うんですよ。でもそれがなかなかこう身近ではないっていうところが
結構ね難しい。そうですね、なかなか生演奏を聴いていただける機会もね、あんまりないですよね。普通になんかよし聴きに行くぞっていうのはあると思うんですけど、あんまりないと思いますので、そうですね、今日もせっかくなんでね、このまあ、いわゆる生の迫力と、だからほら、あの本体が鳴ってる楽器っていうと、まあ、もちろんギターもそうなんですけどね、本体の口から出る音量でいうとサックスは結構でかいですよ。これはあれはでかいですよ、ね、それしかもだから人間のこうブレスというかね、はい、ね、あの息で調節する楽器ですから、はい、すごくなんかこう感情が入りやすい楽器のような、はい、もう歌と同じです、ね、はい、歌ですね。もうサックスは私歌ってるつもりでやりたいなと思ってるんですけど、あ、なるほど、はい、シンガーのつもりでステージ立たせていただいてるんですけど、シンガーになりたかったんです。ただあそうなんですか。はい、高校生の頃ちょっとボーカルやってたんですけど、はい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 、自分の歌いたいこのシャウトだったり高い声だったりが自分で出なくて、おうおう、ちょっと待ってよ、サックスだったら歌いたいことができるかもと思って、その前にサックスやってたんですよ、ボーカルをやる前に。はい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 、でボーカルやりたいからサックスやめたんですけど、おう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 、やっぱり歌いたいことがこっちにあるぞと思って戻ったんですよ。まあ、自分の肉声というか自分の喉よりも自分の口を通して吐かれたこう感情を表現してくれる楽器にたどり着いたのね。もうそういうことなんです。なるほど、はい、ね、まあ、あの論より証拠でございますね。どういうふうなその音、どういうふうな表現力かというふうのを、ね、もうすでにあの前半としてね、ちょこちょことライブを、でその後またあのお話を伺わさせていただきたいなと思いますので、はい、すみません、あのライブの準備をよろしくお願いします。ね、みゆきさん、ね、あの比較的こう線も大きく出して、ね、あの持ってらっしゃるサックス、まあ、すごく、ね、こう形が、ね、素晴らしく、いいなというふうに思うわけでございますけどね、あの準備がよろしければ、そのまま、スタートしていただきたいのですが、武田さんすいません、武田さんすいません、マイクをですね、MC 用のマイクを1本だけで作ってもらっていいかな、急ぎでね、あのスタンドマイクに立てないとね、サックス持ってるからね、大変だからね、すいませんね、こういうこともごくごく、さっきね、あの30分前までね、チロたちがね、ここでね、わしゃわしゃやってたんでね、チロって急に言われても分かんないと思うけどね、あのね、いろいろ大変なんですよ、あのスタン、そうそうそう、そういうなんか心遣いが大事じゃないか、人として。な、どうぞ、それをちょっとあの邪魔にならんところ に邪魔にならんところに立てといてもらって、チカ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 、お前分かっとらんな、そうそう、でちょっとあのちゃんと喋れるような形にちゃんと作っておいてあげて、それでそこでほら MC せないかんから、 MC 用にこうちょっとマイクを立てといて、しょうがねえの俺が行くわ。ありがとうございます。とんでもございません。はい、よろしくお願いします。あ、大丈夫ですかね。はい。じゃあすいません、あのせっかくなのでサックスという楽器、これはあの、まあ、種類はいっぱいあるんですけど、アルトサックスというね、アルト便利な、はい、そういうことで。ちょっとあの自分でもちょっと緊張をね解きながら、もう竹本さんがかっこいいんでちょっと私もちょっと緊張しちゃったんですけど。じゃあちょっとノリノリの、 あのスティービーワンダーのねナンバーからいきたいと思いますんで、はい、じゃあこういう感じで聴いていただければ嬉しいです。
ありがとうございます。どうですか、サックスって結構馴染みやすい楽器だったでしょ。だったでしょ。もう一つの馴染みやすい曲をお送りしたいと思いますが、これは東京タワーにすごくふさわしい曲かななんて勝手に思って勝手に選曲してきたんですけど、聴いてみてください。タイトルはじゃあ言いません。その辺の話とか出てくるかと思いますけども、まあ、サックス始めたきっかけがチェッカーズだったので、はい、まあ、その辺またお話がいろいろつながっていくと思いますのでお楽しみくださいということで、じゃあ あと1曲だけ聴いていただけますかね。私のオリジナルソング噛みすぎですね。もうね、いやすごい、もう風景も綺麗し、もうお客さんも素敵だし、なんだって竹本さんが素敵なんでね。
緊張そりゃしますよ、ね、ということで、あと1曲だけ聴いてください。私のオリジナルナンバーで、これはさあ行くぞっていう感じの曲なんで、張り切って聴いてください。張り切ってください。張り切って演奏します。ディグリーオブは
ます。ちょっと、ちょっと、ちょっとゆっくりお話しましょうゆっくりお話しましょうっていう本当時間もございませんけどね、はい、ああただいま戻りました。すごいねパワフルですね。暑いですね今日は。今日はじゃないけど何言ってるか分かんなくなってきた。だんだんでもあれでしょやっぱりこう息をずっと吐き続けるわけでしょ。そうですね。あの僕はあの実はですねあのいわゆる笛いわゆる管楽器系のやつは、はい、あのアルトリコーダーで終わってるんですよすいません、ごめんなさい。あのトランペットもちょあのやったこともございませんし、当然のことながらサックス等々もやったことないんですけれども、あのちょっとねあのメッセージが来てるんでねちょっとお読みしますね。はい。今日のゲスト、藤波美由紀さん、はじめましてです。はじめまして、サックスというと高校時代吹奏楽部のお友達がいました。彼女がサックス担当で普段はおっとりとしてるのに演奏の時はパワフルでかっこいいなと思っていた記憶がございます。私の中ではちょっと大人なアダルトな音っていうイメージですと、ね、いうメッセージをいただいて眞子さんからありがとうございますね。ありがとうございます。初歩的な質問なんですけど、はい、あのよくね、まあ、日本 の、はい、その女性、まあ、今の 中学校ぐらいからねその吹奏楽部っていうのがあるじゃないですか、はい、そういった意味でその吹奏楽部にいらっしゃったわけなんですか。ではないんです。あの違うんですか。はい、小学校の頃にチェッカーズがデビューして、うん、デビューしました ね、はいはいはい、もうお友達だと思うんですけども、はいはいはい、でなんじゃこの楽器と思って目に来たのが直行さんのサックスだったんです。直さんの、はい、直さんのサックス、あー、はい、あのパラッパ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 ー、あれですね、あれですね、あれですか、あれでございます。あーそれはなかなか、はい、いやあの新しいパターンですね。あ、いや、そうでもないですよ。直行さんのサックス聴いて始めたっていう人は当初多かったです。ああ、そうなんですか。はい、かなり多かったです。いや、あ、なるほどね。そうなんですか。もう皆さんとか周りの女の子たちは、はい、もうやれ、私直行さんと結婚する、フミヤさんと結婚するとかって言ってる中、おうおうおう、私だけ、私直行さんになるとかって言ってたんです。直行さんになるって言ってサックスを始めたんです。大丈夫ですか、直行さんになる直行さんになる。はい、僕あの昔あの知り合ったちっちゃい子たちが、はい、あの君は何になりたいんだって、僕はね消防士さんになりたいんだってこう言う、よく言うじゃないですか、はい、でその一人の子は僕はね花って言ったらどんどんあんまり変わらないですか。あ、リブ僕は花になるんだとお花って言う、花それはなんで、いや分からないですね。花になりたい、まあ、そういうふうなねいろんなねこうあの話がございますけれども、でもそのサックスプレイヤーとして直行さんになりたいということを省略した、部分で、私は、直行さんになる、はい、その初志貫徹ですか、ね、先ほども話いただきましたけど、途中でシンガーの方にね、あの、はい、ちょっと方向転換をしようとして、はい、でシンガーの方からこうまたサックスに戻ってきたっていう話聞きましたけど、はい、いやサックスのみなんですかやられたのは。楽器はそうですね、サックスのみですね、楽器は。ちなみにサックスって、はい、まあ、僕が知ってるのはアルトサックス、はい、あとあのソプラノサックスとかじゃないですか、はい、どれぐらい種類があるんですか。まず、まあ、アルトがポピュラーなんですけど、はいはいはい、あのテナーっていうのが次にポピュラーに来るんですね。テナーサックス、はい、それこそ直行さんが吹いてたのはテナーなんですよ。要はあのテナーの方がちょっと大きい、大きいです。でちょっとぶっとい音になるんですよ。あの、はいはいはい、中村恵美さん の、 あの翼の折れたエンジェルとか、はははははい、あのイントロなんかも、うん、テナーですね。なるほど、はい、まあ、大きさで言うとまあ、アルトがあるとしてテナーがもうちょっと大きい。そうです。でそれより大きくなるとどうなんですか。バリトンっていう種類になります。バリトンサックス、はい、一応これバリトン、うん、テナー、アルト、ソプラノ、はい、で大体これ4つ、まあ、この主にはこの感じですね。まあどっち、まあ、ちょっとちっこいのがとかもっと大きいのがとかあるんですけど、あ、ほうほうほう、まあ、大体今世間で知られているという形はこの4種類です。でさあの先ほどからねこうあの見せてもらってるとこの 指のね指のこうペコペコってするそのあの、はい、だからほら通常だったらねあの縦笛だったら上が3つじゃないですか。上1、2、3の上が1、ね、で1、2、3、4 で4のところと3のところに2つずつ穴が開いてるやつね。あれぐらいしか穴開いてないんですけど、すごいなんかいっぱい押さえるところがあるような気がしてしょうがなかったんですが、まあ似たようなもんですね。
嘘ちょっとこの辺にこうね、この辺出すと高い音が出ますよみたいな、そういうノリではあるんですけど、基本まあリコーダー、 こっちで操作する、いや左手で操作するやつってどれくらいあるんですか。こういう感じになります。このね、はいはい、指の腹ぐらいのところで、はい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 、この、はい、ついてるサイドキーっていうんですけど、サイドキーを押さえます。で、高い音を出すという。そうなんです。面白いですよ、ほんと、うんうんうん、複雑に見えますけど、まあ複雑ですね。親指的には、はい、これはオクターブキーです。オクターブが、はい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 、はい、これを押さないと高い上の方の音は出ませんよっていう感じですね。なるほど、はい、でこっち側の左、右手の方の話になると、はい、右手は、どういうふうな感じなんですか。右手はこういうふうにして1、2、3、4、はい、これでドレミファソラシド、右手はドレミファソ、左手はソラシドみたいな。基本的にはだからあんまりこうあの縦笛的なのと変わらないけれども、はい、鳴らす、いわゆる音を鳴らすっていうことがありますけど、縦笛って変な話ね、あの鼻の穴につくんでもふんってたらピーって言うんですよ。そうなんですか。だからあの変な話、空気が出れさえすればピーって音が鳴るんですけ ど、 なるほど、あのサックスはそうはいかないじゃないですか。そうですね、これは鼻ではちょっと鳴らしたことない。いやいや、鼻では多分鳴らないと思いますけど、ならないとは思いますが、はい、思いますが、こうやっていわゆる特殊なあのほら、よく言うあのマあのえっ、ー、とまあえっ、ー、とまあなんだトランペットのマウスピースみたいな。ああ、マウスピース。そうそうそう。はい、でこれに後ろ側にビーターでしたっけ？あのリード。ビード。リード。リードのこれ。なんか後ろにね、なんかすごいあのよく見えるかなこれ、あなんかあの竹みたいなやつの足なんですけど、あのすごいなんかこう細いやつがあって、はい、でそれをブルーって震えることによって音が出る。その通りなんです。大正解です。すごいです、詳しいですね。一応その通りなんです、もうあの一応今、ね、今の時代あの Google があるから何でも調べられる、何でも調べられる。うん、だからそういった意味ではね、だからでもそれを鳴らすまでが結構大変じゃないですか。そうですね、なかなかあのね、あの瞬間でねビーッと言うかもしれないけど、それを継続してビーッと言い続けるって結構しんどかったりするんじゃないかなと思ったりするんですけど。そうですね、そっからあとはもう特訓ですね。やっぱりですか、はい、肺活量とかも結構いるんですか。やっぱり いるんですかね、きっと。多分私もサックスね、持続させるために水泳とか頑張ってやってるんですけど。あ、やはり、はい、でもサックスやってたおかげで、うん、水泳の 25m の往復が16、7、8は平気です。ほう、あの連続で休まずに。そんなにしんどくはないです。やっぱり心肺機能は特化されるんですね。心肺機能が上がってくるんですね。上がってきます、はい、なるほどなるほど。で、みゆきさん自体は、はい、まあ、いわゆるこのサックスをお持ちの本数っていうのは何本ぐらい今あるんですか。最近ね、ちょっと売っちゃったりして、はいはい、で、楽器の整理をしようと思って、で、あまりいっぱい持ってても吹かないんで、はい、うんうんうん、なんかかわいそうになってくるんですよ、楽器吹けない、吹かない。なるほど、ギタリストと同じですわ。ですよね、きっと。もう私も昔ね、あのギター40何本持ってましたけど、弦入るか、ね、張り替えるだけでね3日ぐらいかかるんで、で弾いてやらないとやっぱり鳴らなくなるんだよね。かわいそうなね、すねるんですよ、そうそうそう、本当にすねるから。今はね、それでもうなんとかこう絞って今8本ぐらいかな、8本ぐらいまで絞りました。多いですね。いろんなところにこう今あの嫁に出したり、貸したままその忘れるっていうパターンもよくある話じゃないですか。今度貸してください。楽器は世の中はね、楽器は世間を渡り歩くんですよ。そうですよね。やっぱそうじゃなくて、うん、ちゃんと可愛がってもらえるところに行ってないと意味がない、うんうんうん、そうなんです。ちゃんと弾いてもらって、ちゃんと吹いてもらってなんぼですから。本当にそうなんです、ね、だからね、よくねあるんですけど、ほら、ね、高いギターとかをねコレクションで買われる方いるけど、もったいないから弾いてやれよと、ね、あれもちょっと悲しいですね。悲しいよね、いい音なりたいよって言ってるのにもかかわらず鳴らせられない、うん、ね、鳴ることをしてもらえないギターたちがかわいそうでしょ。もう
そうなんですよ、ね、世の中はね、いろんな人がいるわけでございますけども、ね、それで、みゆきさんの、今後の予定というか、先ほどね、ちょっとなんか学学園の方で聞きましたけれども、はい、今後の予定、はい、お伝えしてもよろしいでしょうか。はいはいはい、ぜひぜひ。近々では4月13日近いですね、本当に近々です。もう本当近いですね、はい、2週間後ぐらいですね、はい、ですね、はい、池袋の、はい、アブソリュートブルーっていうと危ないですね、ググってくださいアブソリュートブルーで、はい、それこそあのチェッカーズのベースの大戸井裕二さんと、うん、あ、裕二さん、はい、裕二さん、お知り合いですよね。裕二さんは6月にここに来るのかな、ね、ねえ、あの東京タワー TV でゲストでいらっしゃいますけれども、ねえ、はい、見に来ようかな。お乱入しますか。乱入したいですね。うんと、もういいですね。どうぞ。で、お二人でやられるんですか。いや、バンドのメンバーが、はい、スペクトラムとか将軍のドラムの岡本松尾さん。おお、にぎやかな、にぎやかな感じで、にぎやかな感じでございます。はい、で岡本さんと、はい、でキーボードがコメコメクラブの、はい、フラッシュ金子さん。ああ、はい、素晴らしい、素晴らしいメンバーですね。すごいメンバーなんです、ね、はい、であとギターが玉川さんといって、はい、スタジオミュージシャンの素晴らしい、ね、うんうんうん、ゴスペラーズとかされた方なんですけど、ちょっと最強メンバーを集めまして、ね、すごいですね、はい、なかなか集まらないメンバーですね。そうなんですよ。で、ええ、集めてみたらもう速攻ソールドアウトになっちゃいました。まあ、そうなりましたね。でも今キャンセル待ちっていうのとか受け付けてますので、その流れでじゃあ、神戸とか行こっかっていうことになりましてですね、うんうん、はいはい、6月6日に、神戸チキンジョージで、あ、はい、はい、6月6日です、はいはいはい、で、ギターの人だけちょっと変わるんですけど、うんうん、そのメンバープラス、うん、ゲストボーカルに、うん、シングライクトーキングの佐藤筑前さん、筑前さん行くんだ、お呼びしちゃいました。筑前、筑前さん、フットワーク軽いな、ね、友達フットワーク軽いわ、筑前さん。筑前さん、いやいやいや、そうなんですか。そうなんですよ、はい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 、もう最強メンバーで、はい、プラス筑前さんが入っていただいて、でじゃあもうせっかくなんで帰りが、うん、帰りが、ね、途中で名古屋という街がね、うん、せっかくあるんですから、あるから、ね、そこでもやっていこうかっていう、はい、あ、なるほど、そこは6月6日に、あ、なるほど、はい、素晴らしい、6月6日に名古屋で、素晴らしい、アコースティック系で筑前さんと小鳥さんと寄りましょうっていう、え、3人でもですか。あと、サポートキーボードの人だけ入って、はい、やるな、本当に。今ね、まあ、先ほどね、お名前がチェッカーズ のベースを弾いてやらせた大鳥さんね、大鳥、うん、さん もそうですし、筑前さんもそうだし、もうフットワーク軽いよね、おっちゃんたちが。だって大鳥さんなんか年間120何本かライブやってるんですって。うん、知ってる、知ってる、ね、でなんかそれで九州の方で暴れてて、いや、もう本当にね、僕もずいぶんお世話になってるところで、いっぱいやられてるんで、あ、大戸さんまた行ったろみたいな話になってて、いや、フットワーク軽いわ。そうなんですね。でも大戸さん、そのライブはギターでやってるじゃないですか。そうそう、一人でやってるから。今回は私のその、うん、今度 のライブはベース、うん、ちゃんとベースシストとして、なるほど、はい、本業に戻って本業に戻ってという言い方が言い方変だけどね。でもね、なんか本、うん、ご本人さんも、うん、ベース行きたいんだよとかって、あ、そうなんですか、言ってくださってたんでよかった。いやいやいや、それはすごいですね。そうなんですよ。いやいや、素晴らしい。で、バン的にはどんな感じなのことでしょうか。バン、CD とかそういう感じのやつは、 CD は私のソロは、うん、去年発売したレディーサックスっていうアルバムがありまして、はいはいはい、それが藤井直之さんとデュエットしてる曲が1曲入ってます、うんうん、なるほど、ケアレスウィスパーをやらせていただきました。素晴らしい、はい、ちょっと夢を叶えた1枚みたいな感じでしたね。そうですね、藤井直之に、はい、なりたいでしたからね。なりたいでした。なれたかな、なれないまでも、もなれないまでも一緒にできたかな、一緒にできたという、ね、そこから大鳥さんにつながっていったので、ね、はい、これでございますね。 ありがとうございます。これは、これは、新しい、これは5年前に発売して、はいはいはい、でその直之さんとやってるやつは今日は持ってきてないんですけど、こちらは、さっきやらせていただいたオリジナル曲とかが入ってる、ちょっとノリノリの感じで、せっかくだからね、こうやってギャー、結構それね、恥ずかしい、なんか蝋人形みたいなジャケットって言われる。
確かにそうですそうなんですよ、本当にね、これ下に東京タワーのね、ろう人形館があったら飾ってもらおうかなとか思ったぐらい。おー、確かに。ろう人形ってなんか素晴らしい、大笑いされたんですけども、ね、いやでもなかなかね、日本の方のその女性のインストっていうのがすごい今少ないじゃないですか。あんまりこうあのメジャーな感じでやられてる方ってのもすごく少なくて、若い女の子は多いですけどね。うん、あの、うん、シンガーは結構その見えるところでやってらっしゃるんですけども、やっぱりこうインストっていう部分で、はい、やっぱすごくなんか少ないなっていうのがすごく気にはなってるんですけれども、はい、やっぱりこれ、まあ、今後の、はい、こうやっていく展開といいますか、はい、あ、まあ、当然ね、藤野さん、先生もやってらっしゃるんだ。先生もやってらっしゃる。先生もやってらっしゃる。でも先生やってるって言ったらなんか政治家のような感じがするんですけど、そういうわけじゃない。そういうわけではない。あのサックスのね、はい、あの指導の方もやっぱり後進を育てるという意味でね、やられてる。そうですね。社会人の人たちにサックスという楽器を楽しんでもらおうという思って、でそういうちょっとコミュニティを作って、はいはいはい、盛り上げていこうかなっていうのも、ね、なるほど、わかりました。じゃあですね、はい、そろそろあの後半のステージを、あ、はい、ぜひとも準備の方よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。というわけですね、藤野さんね、素晴らしい、メッセージもねいただいておりますよね、あとあとねお読みできればいいなっていうふうに思うわけでございますね。よいしょと、竹本さん、藤野美由紀さん、こんにちはと。今日は早朝から体育館にいて子供たちの試合のお手伝いで大忙しでした、無事に終えることができたのでゆっくり藤野さんのステージと竹本さんの今月の一曲楽しみに拝見させていただきますねというね、バブちゃんさんからのメッセージもいただいておりますね。竹本隆之、ライブインタワーというねフェイスブックページがございますので、そちらの方にね、メッセージをいただければというふうに思うわけでございます、というわけで、美由紀さんのライブ後半戦どうぞご覧ください。それでは、馴染みのある曲を2曲お送りさせていただきたいと思います。まずはこの曲から。
ありがとうございます。スタンドバイミー、ね、名曲ですね。それではあと1曲、ディスコ世代の方とかってほんとね、今でもこういう習慣がずっと残っていけるように、そして、サックスという楽器でですね、どんどん、歌を歌っていく、サックスで歌っていく、サックスというのはそういう可能性がある楽器なんですよということをどんどん伝えていきたいと思います。そして機会があったらぜひサックスやってみてください。どうですか？もう持って帰っちゃダメですよ本当に面白い楽しい楽器だと思うので、ぜひ、ね、ご自身の人生を表現するためにぜひ聴くでもいいですし、始めるでもいいですし、やってみてください。それではノリノリのあのナンバーでお送りいたしましょう。
すごいね、ゆきちゃん。いやー、ありがとうございます。そしたらせっかくだから、あの一曲だけね、一緒になんかできないかなっていうふうに思っておったわけでございますけれども、いかがでございましょう。よろしいでしょうか。じゃあ、ちょっと準備させてもらっていい？あ、はい、はいはい、ぜひぜひ。というわけでございましたね。もうせっかくなんでね、もう素晴らしくこう楽しいライブを見せていただいた後でございますが、ちょっとバラード系の曲を一曲合わせてみたいななんて思うんですけど、よろしいでしょうか。ね、いいですね。なんか嬉しいです。ね、やっぱりこうサックスでいうと僕はすごくあの派手ばしいカーンっていう音もそうなんですけど、あのメロンに泣く感じが好きなんですよ。わかりました。頑張ります。別にリクエストをしてるわけじゃなくてね、頑張りますって言われるとすごいこっちのハードルが上がる気がしてしょうがないですけど、というわけでございましたね。一曲お付き合いくださいませ。じゃあね、ぜひともね、みゆきさんとやってみたいと思います。お聴きください。海岸通りのこの店で初めてお前と恋に落ち、片手に握ったコインから切ないバラード流れた。都会の暮らしは華やかな夢だけ見させて、そっぽ向く寂しい男と女だね。聞きなよ Weekend Lullaby さ、部屋から見えたね、ハーバーライツ。他には何にもないけれど、優しい寝顔を見つめてる。初めて掴んだ愛だった。都会の暮らしは華やかで、二人に愛の場所がない、寂しさ温め合いながら聞いたね、 Weekend Lullaby さ。二度とは帰らぬ
微笑みに最後の口づけ辛すぎた。都会の暮らしは華やかな夢だけ見させてそっぽ向く寂しい男と女だね。聞きなよ Weekend Lullaby さ。海岸通りのこの店じゃとっくに噂も消えたけど、コインを熟に落とすたび、お前が今でも歌ってる。都会の暮らしは華やかで、夢の分だけ影も濃い。寂しい男が聞いてるよ。土曜日ごとのララバイさ。寂しい男が聞いてるよ。土曜日コートのララバイさ。でした。ありがとうございました。いやありがとうございましたね。素晴らしい演奏を聞かせていただきました。なあの、まあ、ちょうどね、これから、まあ、いろんな、ね、物事がこう動き始めるのがこう3月の終わり4月の初めだと思います。であの、まあ、会社に、ね、勤められている方、ちょうどこの時期にも移動っていう方もたくさんいらっしゃると思います。で 学校がね、あの学校に行ってる、まあ、学生の皆さん、これから新学期という話、ね、日本には、まあ、独特ですからね、4月から、新しく、まあ、物事がスタートするわけでございます。当然3月に卒業したいろんなことから、ね、まあ、切り替える時期、というのがこの3月そして4月、の時期だと思います。もちろんね、こういろんなこう季節的なね、まあいろんなものが近づいてきてるじゃないですかね。 PM とかね、その花粉とかね、やっと杉が終わったと思ったら次ヒノキとか、まあいろんなね、もうまあ、いろんな部分でこう問題はあるわけでございますけど、この始まりの時期にあまりこう僕、まあ、個人の感覚ですけども、あまりダッシュしすぎない方がよろしいのではないかというふうには思います。まああのね、自分のペースってやっぱりじゃないですか。1年365日、まあ、ざっくり切ると、12ヶ月を、まあ、これは多分ね農家的な考えなんですよ。急ぎすぎる、1日8時間働くために、頭の1時間で目いっぱいやっちゃうと18時間体が持たないんですね。まあ、それと同じようなもん でそれを8時間だから自分の体力を8分割することによって1日平らに動ける。いやそれってまあ農業的感覚なんでございますけども、それを頭にスタートする、まあ、そのちょっと慌てるなっていう、こう戒めで自分のことを抑えることによって、自分のスタートを急にスタートしなくて済む。いわゆるダッシュしなくて済む。ダッシュするとどうしても反動が出る。反動が出た時にガーンと落っこちる。それで五月病
ね、なんかやってもやっても空回りするっていう風になっていくんじゃないかななんていう風に僕なんか思ったりするわけでございます。だからまず最初は平らに平らにスタートしよう、順々にこう染みていこう、スライドしていこうっていう風に やられたらいかがかななんていう風に思うのが、この3月の終わり4月の頭という風な感覚がいたします。これからね、いろんな分野で新しいスタートを切る方いらっしゃるかと思いますね。その全ての人に、東京の桜は間もなくでございます。咲いたんかまだだな、もう時期だよね。だってうちの近所のやつ結構咲いてるんだけどね、なかなかね、桜の方のね、あのなんとかの木なんだっけ、標準の木みたいな、はいね、ソメイヤシのやっぱあるじゃないですか、ね、なかなかね、まあ、多分この週末、明日ちょっと天気が悪そうなんですけど、また、来週末ぐらいが一番ピークになるのかな、素敵なね花見でありますようにね。えねえ皆さんね、桜の花って知ってますか？桜の花はね、下から見上げる人のためを思って咲いてるんです、ね。桜の花、植物の中で珍しいです。下を向いて花をつける桜、しかも木、ね、えなかなかないです。だからそういう風なものに、温かさに包まれる春でございます。ね、人も、まあ、自分の心がね、凍えないようにということを祈りながら、今月のライブインタワー開きとさせていただこうかと思います。来週のゲストね、永井健ちゃんです。永井健ちゃんがねここで登場するわけでございますよ、ね、あのなーって言ってくれるのかどうか知りません、ね、あの良い子悪い子普通の子でございましたね、芋筋トリオでおなじみの永井健ちゃん、先日話を聞くとデビューが私と同じだったというね、1981年のデビューでございますね。ケンちゃんもいい加減年取ったね、52歳になるケンちゃん、私はね、まあ、永遠の28ぐらいにしておきましょう、というわけで、来月もお楽しみに、またここでお会いしましょう。それでは。ございました。それではまた7時にお会いしましょう。それまでどうぞごゆっくり東京タワーの観光をお楽しみください。ありがとうございました。